だめ、今日はサキさんって呼ぶこと。さ、サキさん。よくできました。おい、あの子めっちゃ綺麗。マジか、スタイルやば。モデルかよ。隣にいるのは彼氏か、いや弟。弟だろ、違ったら羨ましすぎるだろ。大人の色気全開。ギャルが大人のお姉さんになって同級生を誘惑したら激ヤバ展開になった件。お、田中じゃん。ん？ど、え？どちら様ですか？どちら様って、どちら様だと思う？もしかして会長？ピンポーン。ウケる。ビビった？ビビるに決まってますよ。どうしたんですか？実はメイコッチに大人になる薬を作ってもらったんだよね。簡単に言ったら某有名探偵漫画の逆的な。そういうのって言っていいんですか？僕の名前は田中康介、生徒会の庶務をやっています。そしてこの大人っぽい女性が三上咲。今は大人の女性になってますが、普段はギャルな見た目で生徒会の会長です。うーん、大人最高。でもそもそもなんで大人になろうとしたんですか？大人ギャル。実はさ、子供っぽい見た目だと入りづらい敷居の高いレストランに行きたくってさ、大人で行ってくれる人いないからうちがなっちゃえばよくねってことでメイコッチに作ってもらったんだ。はい、今回の成長ドリンクはバッチリです。今飲む量で大人になる度合いも調整しましたし、ちゃんと時間が経過すると元に戻るようになっています。サキさんの場合はコップ一杯ほどなので現在20代半ばのお姉さんくらいになっていますね。副作用とかないですよね？はい、もちろんです。多分不安。はあ、なんか大人になると自由になった気分。それに大人になったうちもイケてんじゃね？どう田中？いいと思いますけど。あれ、コウスケくんもしかして照れてる？かわいい。お姉さんが遊んであげようか？会長、からかわないでくださいよ。ごめんごめん。本当はメイコッチと田中との3人で行きたかったんだけど、メイコッチは用事があるんだって。田中は一緒に行ってくれるでしょ？会長の誘いなら庶務の僕は断りませんから。よし、じゃあさっさと行こう。今からですか？会長、僕この辺の場所とか詳しくないですけど大丈夫ですか？うちに任せて。って田中、うちのこと会長呼びだとこの格好じゃ違和感あるから変えてくんね。でも会長は会長ですし。ダメ、今日はサキさんって呼ぶこと。サキさん。よくできました。おい、あの子めっちゃ綺麗。マジか、スタイルやば。モデルかよ。隣にいるのは彼氏か、いや弟。弟だろ、違ったら羨ましすぎるだろ。周りからはやっぱり大人の女性と高校生に見えてるんだろうな。お姉さんと恋バナ。綺麗だね田中。サキさん、それ何飲んでるんですか？これブドウジュース。雰囲気だけでも大人っぽいっしょ。確かに。でも見れてよかったですね。大人になってまで来た甲斐がありましたね。今日は付き合ってくれてありがとね。マジ助かったわ。お酒は飲めないけど、せっかくおしゃれなお店来たし食べて帰ろう。うちが今日はおごるからさ。でもサキさん、お金あるんですか？ここ高いんじゃ。田中はそんなこと心配しなくていいの。今日はうちに任せて。いかがいたしましょう？お任せで、この子にも食べられるもの、私も同じもので。かしこまりました。大人だ。さもこの店の常連かのように振る舞ってる。そして夜景を見ながら髪をかけ上げて大人の色気を漂わせているこの雰囲気。
これが本当に会長？これはまるで仕事にもこなれてきて恋愛もマスターした完璧な大人女子だ。お待たせしました。マダイとアサリのアクアパッツァと鴨肉のソテーになります。ありがとう。さっきさん、こういう料理ってどう食べたらいいんですか？僕あんまり知らなくて。田中、そんなに緊張しなくても大丈夫。ここはそんなかしこまらなくてもいい場所だから。一応基本は外側から使うのがいいよ。なるほど。おいしい。初めてこんなおいしいもの食べました。本当に？よかった。うちも若い頃は感動したな。って、さきさんもそんな食べたことはないんですよね。それに同級生じゃないですか。雰囲気だって。あ、田中、ちょっとそのままでいて。え？田中はまだお子ちゃまだね。ねえ、せっかくうちが大人のお姉さんになったんだからさ、うちに恋の相談とかしたくない？え？なんでですか？なんでって、大人のお姉さんといえば恋バナをしつつ、後輩の恋の悩みをさらっと解決しちゃったりするもんでしょ。どう？今のうちならどんな恋愛の悩みも解決できそうじゃない？でも中身は同い年じゃないですか。いいから。こういう機会でもないと田中の恋愛話とか聞けないでしょ。ほーら、田中の恋バナ話してよ。好きな人とかいないの？好きな人ですか？言いませんよ。またまた。ちょっとお姉さんに話してごらん。田中はどういうのがタイプ？年下？それとも年上が好み？タイプと言われましても。ああ、そうだ。もうそろそろ夜も遅いですし、門限ですよ。僕たち早く帰らないと。まだいいじゃん。ダメです。早くお会計しましょう。チェ、うまく逃げられたか。はあ、なんとか恋バナは乗り切った。大人な会長は綺麗だけど、なんか調子狂うというか、緊張して疲れる。ちょっとお話いいですか？お二人はどういうご関係？え？ママ活の疑い？なんですか？いや、最近物騒でね。それにママ活なんかも流行ってて危ないですから。君、高校生だよね。そこのお姉さんとはどういう関係？え？あまり似てないし兄弟じゃないよね。場合によっては署に来てもらわないといけないから、学生証か何か見せてくれる？学生証ですか。さっきさん、どうします？どうするも何も、うちの学生証見せても信じてくれないし、こんな時間に学生だけじゃまずいっしょ。ってことは。逃げよう。会長！こら、待ちなさい！まずいですよ。どうするんですか、会長？そんなこと言われてもわかんないし、とにかく走るよ。大人ってなんかマジ疲れる。なんで？会長、路地に逃げましょう。負けるかもしれません。待っておくれ。なんか腰も足も重くてね。会長、なんかおばあさんになってますよ。はあ、何これ、もしかして副作用？どうしましょう。どういうことですか？なぜ逃げるんです？いや、実はその、あれ、若い女性と一緒だった気がしたんですが。気のせいじゃないですか？ちょっとおばあちゃんと食事に行ってまして。あんだって。これは私としたことが勘違いしました。すいません。いえ。会長大丈夫ですか？なんでいきなりおばあちゃんに？それはうちにもわからんね。戻った。よかった。一生おばあちゃんのままかと思ってめっちゃ焦っちゃったし。おそらく戻る時の反動で一気に老けるのかもしれないですね。でも戻って何よりです。ああ、
ドキドキした。メイコッチの発明は毎回ウケるわ。田中、早く帰ろう。はい。こうして僕と大人な会長との一日のデートは終わった。大人な会長は色っぽくてどこか頼りがいがあるけど、今の会長の部分も残っていて、なんだか不思議な感覚だった。そして僕は大人になっても会長のそばにいるのだろうかと、少し未来の自分を想像したのだった。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後旅ろうぜ。いや会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。